最初の会場ってなんだか緊張しちゃうな。ルビーもそうだよ。それに会場が大きいから見に来てくれる人も多いんだよね。私は人泳ぎすると緊張がほぐれるんだけど、さすがにここじゃ泳げないよ。有名な選手とかは緊張をほぐすためにルーティンワークするらしいよ。ルーティンワーク？いつもしていることと同じことをするんだよ。例えばようちゃんなら泳ぐって、だから無理だよ。他には何かないの？自分たちが日常的にしていること。泳ぐこと以外だと急に浮かばないな。マルだったら本を読むことかな。何冊か本を持ってきているから目を通して見るずら。いつもやってることって言ったら、やっぱりゲームかしら。ちょっとログインしてみようっと。待ってください皆さん、本番まであまり時間がありませんのよ。衣装や振り付けの確認をしなくても大丈夫ですの？もうダイヤってばすぐピリピリしちゃうんだから、眉間にシワができちゃうわよ。マリさん、なんてことおっしゃるんです。シワなんて。もう冗談よ。ダイヤの言う通りよね。本番に向けて集中しましょう。最高のライブにしたいものね。大切なことはみんなミュージカル。それにしてもずいぶん暑くなったずら。そりゃもう6月だもの。これからもっともっと暑くなるのよ。夏バテしそうだわ。わかるよ。暑いとあんまり食欲が出ないよね。ダメだよ、食べなくちゃ。この後ライブを控えているんだから、食べないと持たなくなっちゃうよ。そういえば埼玉って何が名物なの？ちょっと待ってね、調べてみるから。このかてうどんっていうのが名物みたいだよ。うどん？なになに？美味しそうだね。埼玉県の所沢の名物らしいよ。季節の野菜をさっと茹でたかてをうどんと一緒に漬け汁につけて食べるんだって。だったらルビーもそれを食べてみたいな。食欲がなくてもおうどんだったら食べられる気がする。他にも埼玉ではおっきりこみってうどんが有名みたいだよ。煮込みうどんだって。うどんか。あ、メルはこのフライっていうのが気になるずら。それなら私冷やしるうどんが食べたいですわ。あとは抹茶アイスを。まらダイヤ、そんなに冷たいもの食べてばかりだと体が冷えるわよ。確かにそうなのですが、どうにも暑いのでつい。冷えは女性の天敵よ。美と健康のためには常に体を温めておかないとなのよ。そんなこと言ってたらダイビングできないけどな。それを気にしてたら私も泳げなくなっちゃうな。もうお腹ペコペコだよ。早くご飯食べに行こう。私たちのストーリー、どんな話になるんだろう。ところで喉が渇いたわね。この近くに何かお店はあるのかしら。そういえば会場ではヘルメットに入ったアイスが売ってるみたいだよね。ルビーも少し調べちゃった。ヘルメットに？あ、それって会場が野球場だからなのかな。なんだか可愛いね。会場のすぐ近くにはテニスコートやサッカーパークもあるみたいだよ。それじゃあライブが終わったらみんなでサッカーしちゃう？なんて。カナちゃんのその体力、一体どこから来るのか謎ずら。ヨシコちゃんの打点視力より恐ろしい。あれ？そういえばヨシコちゃんはどこ行ったの？え、さっきまでいたのに。あ、いたいた、ヨシコちゃん。もうヨハネだとば。ヨシコちゃんどこに行ってたの？今日の会場を少し遠くから眺めていたの。この会場、屋根の丸い部分が大きくてすごくかっこいい。とってもダイナミックよね。こんな舞台でアクアがライブをできるだなんて本当に素晴らしいことだわ。
いろいろな方向に客席があるのよね。ちょっと恥ずかしいけど、どこを向いても応援してくれるみんながいるのは嬉しいな。そうね。あとは会場が広いからできるだけ大きくパフォーマンスするようにしないとね。よーし、広いステージで思いっきり動き回っちゃうよ。みんなと一緒だと大変なこと。いよいよ始まるね。みんな準備は大丈夫？どんな状況でもステージ直前はやはり緊張しますわね。深呼吸深呼吸。いい意味での緊張は大切だけど、ただの緊張は筋肉を硬くするだけだからね。はぁ、うん、少しリラックスしてきたかも。ええ、カナンさんのおかげで少しほぐれてきましたわ。この分ならいいステージができそうだね。とにかく今は全力を尽くしましょう。最高のライブにするために。そうだね。なってなって、ライブツアーの初日なんだから気合を入れなくちゃ。このヨハネの魅力を埼玉のリトルデーモンたちにたっぷり見せつけてあげるわ。マルの歌声、みんなの心に響き渡るように頑張るズラ。ルビーも。ルビーはこの可愛い衣装たちにも注目してもらえると嬉しいな。私たちが今まで積み重ねてきたことをここで全て出し切りましょう。そうだね。たくさんの人が見に来てくれているんだから、その気持ちに応えるように頑張ろう。そろそろ行きましょうか、アクアのステージへ。オッケー。それじゃあみんな行くよ。おー、大切なことは